シャルライティングというのがですね、ライトアップが行われておりまして、白い主塔が普段は白く光っているだけなんですが、ただいま虹色の期間となっております。レインボーブリッジのだけにですね、七色に、光るというですね、クリスマスシーズンから年明けにかけてはスペシャルライトアップの時期となっているレインボーブリッジも見えてきました。これからですね、レインボーブリッジを渡りましてお台場へと進んでまいります。後ほどお台場側からですね、このライトアップ、ご覧いただくことができますのでね、後ほどぜひとも写真に収めていただければと思いますが、はい、ここで見えてまいりました。平成5年に開通いたしました東京港の連絡橋レインボーブリッジです。橋全長が912メートル、吊り橋部分は798メートルです。白い主塔、今日は白ではございませんが虹色の主塔になっておりますけれども、主塔の高さが120メートル、主塔から主塔の間が570メートルとなっております。そして海から橋まで一番高いところは50メートルの高さです。よく見ると下にも車が走っているのをお分かりいただけますか。こちら2階建て構造になっておりまして、下が、1階部分が一般道路とゆりかもめ、そしてバスが走ってまいりますのが2階部分ですね、首都高速道路11号台場線となります。ではここで吊り橋部分へと入ってまいります。今日はよく見えますね。かなりビル群綺麗に見えている日ですね。どうぞ吊り橋からの両側の東京港の景色お楽しみください。そしてここで渡ってきまして、皆様これからですねカメラストップのお時間をお過ごしいただきます。お台場が見えてきました。右手一帯となります。球体がただいまクリスマスバージョンで緑と赤に光っているフジテレビ、お分かりいただけますでしょうか。普段はですねフジテレビ8チャンネルにちなみまして8色のライトアップなんですが、この時期は緑と赤、クリスマスの、ライトアップの色となっております。今日はですねフジテレビ展望していただくようなお時間はございませんが、フジテレビも遠くから眺めてきてください。そしてですねこちら今ね屋形船がどんどん集まってくるんですが、お台場海浜公園この右側にね集まってきます。後ほどまたねご紹介いたしますが、こちらで左手明かりがついております白い建物見えてまいりました。こちらが豊洲新市場となります。今年10月11日から豊洲新市場ですね、魚河岸としてスタートをいたしました。本来でしたら2016年11月にお引越し予定でしたが、皆様もねニュースでご存知のように、お引越し間際の点検で土壌汚水が見つかりまして、ちょっとねお引越しが延期になってきたものなんですけれども、今年やっとねお引越しができました。2018年10月11日、築地からこちらへと東京中央卸売市場が移転をしてきたものです。一般の方もお買い物ができる店舗が109店舗ございます。飲食店が39店舗、物販のお店が70店舗入っておりまして、また市場の中を自由自在に移動するターレという乗り物ご存知でしょうかね。このターレのね試乗なんかもできるということで、豊洲新市場ですね、一般の方もお楽しみください。